はい、皆さんこんにちは、キックです。今回もこちらサガスカーレットグレイスヒーローの野望実況していきます。前回の動画はまだご覧になっていない方は概要欄にリンクがありますので、ぜひご覧になってください。ということで、まあテルミナ州で遊んでおります遊んでおりますとか言って、で前回ちょっとなんか山の神様に奉納したら外れとか言われて腹が立ったのでリベンジしていこうと思うんですけど、今回はちょっとサメの背びれをご所望ということで、こいつ倒していきまーす。間接攻撃で敵のリザーバザーを解除すると水の結晶が270個、一旦で敵3体を倒すと飛膜が18個、敵にカウンター技を発動させないと鱗が15個ですね。やっていきましょう。かわいい鳴き声、イルカだったのね。どこに案内してくれる気かしら。ああ、あれ、これ背びれ手に入んのかな。なんか嫌な予感してきた。まあついてってみましょう。どうしましょうかね。はい、パリこんな感じにしてみました。メンバー据え置きで陣形だけね、ノルマックスに変えてます。やってみましょう。あら、なんか強そうなのできちゃって、やーね。この手の魔物が一番いいか。あー、なんかめっちゃリザーブしてくるやん。ちょっと回復を予約しておきましょう。次元弾チャレンジだいたい困った時は次元弾チャレンジしてるからね。まあ割り込まれなかったのでよし。あー、ポイズンガスとかやだな。でもどうせ浮いてるから足払い効かないでしょ。天地2弾は高校しちゃうのね。じゃあ次元弾チャレンジでいいやじゃあ次元弾チャレンジでいいやとか言って、どうしよっかな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 。ウィング、まあ、割り込まれるかもしれない。あ、割り込まれた。あんま引かなかった。オッケーオッケー、ガウサチした。これでも王女だからね。こっち入ると嬉しいなーなんてね。まあそんなうまいことはしませんと。あー、めっちゃ毒、めっちゃ毒です。嫌です。もうようやく地獄断面出番来ましたね。で、なるべく連撃に参加する人数を多くしたい。服ってなんだろうな、服ってなんだろうな。足払い有効だったりするのかな。浮いてはなさそうですもんね浮いてはなさそうとか言って、あ、スター入った、ナイス。遅いんだよ。で倒しておきますと。撃撃撃。獲物を逃すな。あ、まあまあかな。継続性弱点じゃないか。残念。またポイズンガスか。まあしょうがない、無駄ベージ技だから一旦いいです。でエリアさんの回復まではとりあえず頑張ってほしいな。もう一回ちょっとあれだな、視点チャレンジ。天地二段方向しちゃうね。あ、天風船で割り込める。うん、どうしよっかな、どうしよっかな。ちょっとあわよくば、あわよくば真ん中倒せて連撃とかって思ったけど、行動順を変えずに攻撃力の技を出すのは結構しんどいのか。吹雪とか言っとくか。じゃあ黙らせる。ナイスだ、ナイス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 。お、倒した。いいっすね。で、回復いただいておきます。あ、まあまあかな。ここにキャスト。割り込んでおきましょう。
私がポイントね。スタン入ると嬉しいな。スタン入ると嬉しい。あ、入らない。あ、痛いです。あ、どこ入っちゃった。さて殴る。じゃあ地獄断面。ポイゾナスバイト、ポイゾナスバイト嫌だな。ポイゾナスバイト嫌だな。ポイゾナスバイト嫌だな。カウンターチャレンジ。 BB が足りなくなってしまった。遅いんだよ。何もぐらい効く力だね。あー倒せないね。あー痛いです。痛いです。残念。ちょっと何としてもここ倒して連撃でとどめとか刺していきたいですね。逃げ道を塞ぐ。よし倒せた。これで連撃でとどめでしょう。獲物を逃すな。あー倒せた、よかった。技術は常に磨いておかねばな。手応えあったのに。もっとずっと先まで行きましょう。さてどうしようかな。まあ金魚術に吸収させてみますか。はいはい。あー残念ながら奉納するものは手に入らず。え、どうすんのこれどうすんのとか言ってないんだけど。取ってくるから待ってなさいとか言って。でもサメいなくなっちゃったんだけど。サメがいなくなっちゃいました。一回出てみる。あー、クラゲは出てきた。これは多分一緒だ。じゃあカットで。わー、ナイスカップ。あっと刺した。風が来てるね。重くなると困るわ。まあまたちょっと金魚類吸収させたりしてね。はいまあ表彰手に入ったり優勝しましょう。さてじゃあ今度こそ背びれ。ああ手に入りそうですね手に入りそうですねとか言って。まあ、これもまた一回戦った編成なのでね、再びのカットで。おー、ナイスカップ。はい、お疲れ様でした。まあ、ハードバトルカットするなんていう結構贅沢なことやっておりますけども。今日は生き延びたか。お宝も欲しいね。重くなると困るわ。結構ステータス上がるんだよな。さて、またちょっとひらめきを狙っちゃったりなんかしちゃったりして。まあ、残念と。はい。まあ、表彰を手に入れたんで優勝しましょう。また言ってる。あ、よし。手に入れました。持ってきたわよ。どうしよう。さっき黄色い箱は選んで外れだったからね。ちょっと悔しいからもう一回黄色い箱。わあ、また外れだ。おいおい。ああ、なんかまた違う組み合わせ出てきた。まあ、いっか。まあ、いっかとか言って。敵にカウンター技を発動させなければコッペンが15個、1対2回連撃すると手側が18個、スターマヒネムイで味方のコトラさせなければナケルレバースチーの結晶が240個です。狙っていきましょう。一旦このままいってみますか。
釣り上げてみせるわ。見せるわ。まず地獄断面かな。ソイで。あーどうしよう。やっぱり地層に合わせてかな。術をもらえるとしたら。アーマーブレイク。アーマーブレイクはちょっとスタンさせてみたいな。入らず。ああ、ナシガード。遅いんだよ。これはとりあえず倒しておきましょう。エッジを上がり。さあ、さあさあここからの、ここからの立ち回りを。ああ、シーロとか構えてきてやだな。せっかくだからハンマーボールに。地獄ダメぶつけていきたいんだけど、シードで解除されちゃうと嫌だから、ソードガード入っておきましょうか。トイで、うん、さらにダメ押しのスタン狙い。あ、スタン入らず。まあ、でも守ってくれるから。オッケー。あー、ナイスガード。遅いんだよ。でこれで倒して阻止します。エッジを上がり。あー体当たりに火炎放射か。火炎放射阻止したいよな。火炎放射阻止したい。火炎放射阻止しつつ体当たりもちょっと食らいたくないですよね。倒せるといいな。体当たり食らう前に。さあ入らず。あー倒せそうですね。こっちは倒せそう。ナイス。あとスタン入ると嬉しい。スタンが入ると嬉しいな。入らないな。あー食らっちゃうな。痛いです。さて、あー勝ち上げダイナミックとかやってきますね。地獄断面で割り込みつつカウンターチャレンジ、カウンターチャレンジかな。 BP 足りないチャレンジだね。 BP 足りないチャレンジですと。まあ BP が足りないので、あーそしたらどうしようかな。ここぞとばかりにスリップ踏まえてみましょうか。あーテーリアさんに向いてる。テーリアさんに向いてるな。あーまあまあだけど。わーナイスガード。ナイスナイスナイスガード。お、アナバスの支援入りました。嬉しい。立ち上げダイナミに地獄ダメぶつけていきます。で、あいつがプロテクトだった時が嫌なので交流波で解除していきましょう。で、アタマスの支援が入ったから地獄ダメ外しさえしなければ倒せると思うんですよね。まあ倒しきれなかった時のために早めさぎに構えておきます。まずこれで解除いただいておきましょう。いけないっす。遅いんだよ。外さなければ倒せると思う。倒してね。ナイス。オッケー。獲物を逃すな。おー、いいダメージ入りました。眠ったら嬉しい。眠ったら嬉しいです。眠りませんと残念。まあでもここはもう追い詰めるぞ。みんなでこう BP 技ぶっ放してとどめを刺してやりましょうよ。まあ無双三段で耐えられないと思うけどね。ナイス。技術は常に磨いておかねばな。手応えあったのよ。お宝も欲しいね。さて、ひらめいたら嬉しいな。ひらめいたら嬉しい。だね。うん、まあ一旦2回連撃は達成できなかったけど、よし。さっきからさっきからハズレばっか引いてんな。ヒーローはハズレなのかな。お、クラゲ取ってきましょう。
クラゲを取っていきましょう。あ、なんか2種類いる。あ、イージーな方のクラゲいる。でも俺はここであえてノーマルの方のクラゲを選ぶぜとか言ってねまあまた組み合わせ一緒なので、じゃあイージーバトルにすればいいじゃないですかって言うかもしれませんけど、皆さんお忘れかもしれませんが、イージーバトルはカットされる運命にまあそんな運命にはないですけど、まあ、カットされちゃうでしょうきっと。まあだからどっちにしても一緒。行ってきます。あ、お疲れ様でした。手応えあったのよ。役に立つだろ。見直した。お宝も欲しいね。まあ水のフラックスはちょっと水魚じゃないやつに、まあ茨の呪縛のランクをさらに上げるっていうのもありなのか。はい表紙を手に入れてるからいいです、いいですとか言って。はい、クラゲ入手。今度こそハズレじゃないパターン引きたい。さてちょっといい加減当たりを引きたいな。お、よかった、センス50個いただきました。はい、なんか苦労した割にはちょっと最後地味な感じになっちゃったけど、まあ、こういうイベントでしたと。まあ取りこぼしてるぐらいですからね、地味なやつが多いですと。これで別にシュートになんか変化が起きたりはしないんだよね。はいちょっとまだ微妙に時間ある。そしたらまたあれか、お使い行きましょうか困ったらお使いで時間調整すればいいと思ってるとか言って、まあ行ってきます。はい、まずは宝石サンゴ回収しておきましょう。まあ、持ってくのは3つ揃ってからにしますが、でせっかく南東海外まで来たのでちょっと覗いてってみますか。村、山も飛ばない散々落ちたからもう飛ばないです。下取り所。ああ、なんか、いっぱい貴重そうなのがあるけど、どれも交換できませんと。残念。じゃあ、一旦いいです。はい、続いて、冬虫夏草。で、やっぱりせっかく、じゃあ、慶州に来たんで、町に寄ってみますか。メイス兵詰め所。綺麗な指輪があるとフライパンと交換してもらえるんだ。フライパン欲しいな。でも綺麗な指輪持ってないな。ちょっと綺麗な指輪を見かけたら覚えておきましょう。こっちは？素材ね。はい。ちょっとついでなんで探偵事務所誰か派遣してみましょうか。命知らずなやつ？命知らずなやつか。命知らずなやつね。もう適当にリコとか。リコとか生かしとくか。はい。で、次は？はい。三つ目、視界炎回収しておきましょう。で、三つ揃ったので、まあ持ってくんですが、その前にここもちょっといろいろうろうろしてみますか。まあ、ここはもう何もない気がするんだけどな。はい、シャムスシの寺院のようですね。チオくんは？あ、なんか会話やらなんやらいっぱいあるな。まずじゃあ会話。あ、サビット。あ、五行武器はでも回収した気がするよ。あれ？五行武器回収した気がするよ。うん、回収した気がするよ。あ、グリフィンさんじゃん。長剣ね。まあ、メインはコンパスさんだけど、普段出せてない長剣使いもいっぱいいて、エアライヒ。あと、マクシミアス。それから、チチ。どうしよっかな。
あーどうしよっかなどうしよっかなどうしよっかな。ちょっとあんまり意味ないかもしれないけど底上げしときますか。本物の妖精が教えてくれたの、あそこに引っかかった。まあ妖精さんだからね。はい、スキルレベルアップ、ナイスナイス。あー一応あれか、ブツブツ効果を見とくか。あーそういう感じ、わかりました。わかりましたとか言って、これでっかい巣気になるよね。でっかい巣気になるよね。ちょっとまあ今回は時間ないんで触らんときますけど、ベリケ足防具か。うーん、ハウスさんにそっくりだね。ハウスさんにそっくりだねとか言って、あー一回一旦いいか。こっちにもあんな。アシナは民家。あー戦士の指輪とかなんか強そうだな。でも必要なものがいっぱいある、そして全然足りていない、そうですかそうですかとか言って、なるほど。あーちょっとイレギュラーな進め方します。イレギュラーな進め方ってなんやって感じですけど、まあ、3つ揃ったのでいつもだったらすぐ持ってっちゃうところなんですが、今回ちょっとこの虫の巣が気になるのでまだここに留まりたいです。ただ今日はちょっとバトルに手出しちゃうとはみ出ちゃいそうな気がするので、まあやや中途半端な感はありますがここで切ります。なのであのせっかく集めたものを持ってくのもちょっと次回以降ということにしちゃいます。でそれほったらかしてちょっと虫の巣と遊んでみたいと思います。うん、まあ特に何のイベントもなかったような気もするけど、まあなんかほったらかしてスルーしちゃうのもそれはそれでもったいない気がするので、ちょっとそんな具合にしてみようかなと思いました。というところで、まあまたねちょっと強引な切り方になっちゃってる感は否めませんが、今回はあのここまでにしようかなと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。